はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ目の前に広がっておりますとんでもない光景でございますが、いや今日ね、あのね、発売されたおもちゃもね、ちょっといっぱい買ったんですけども、なんかもういろんなものがたくさん一気にこう届きすぎて、もうわけのわからない状態になって、机の上がこうなってます。カーンですね。やばいでこれ。でちょっとこれ、あの、忘れてしまうとダメなんで、ちょっと記録がてらに動画にします。はい、なのでちょっとお付き合いください。まあ、本当新しいものばかりですね。ではね、ちょっとパートね、どんなものが増えたのかいきましょう。まずね、こちらですが、はい、トミカですね。ディズニーモータースのセブンイレブンでしか売っていないトミカになりまして、はい、これ子供のお菓子買うついでにこの2台買っちゃいました。たまたま売ってたんで。ジョニーフローとクマノプーさんとポピュートピグレットですね。なんかとても可愛いですね。まあ、とりあえずね、セブンイレブンでしか売っていないモデルみたいで、まあ、普段僕が行く近所のセブンイレブンね、トミカ置いてないんですが、これたまたまレジの横に置いてあったんでね、ついつい手に取っちゃいました。1個800円ぐらいでしたね、確かね。まあ、結構お高い。さすがディズニーモータス。これね、ちょっと他にもね、ディズニーモータスのトミカ買ったんで、そちらとともにね、また紹介させていただきたいと思います。ではでは、どんどん参りましょう。はい、続いてこちらですね。もう僕もね、完全に子供ですね、これ。やばいね。はい、これね、嫁さんにね、近所のスーパーで牛乳買ってきてって言われたら、これね、僕のまた悪い癖ですね。なんか久しぶりにこう、アンパンマンのおもちゃですか、これ。ただ、普通にアンパンマンのね、おもちゃは買わないですよ。これね、電車なんですよ。パレードトレインっていう感じで、こう、電車タイプのおもちゃになっていて、これが全4種ですね。はい、こんな感じで、1、2、3、4で、アンパンマントレインに、バイキンマントレイン、ドキンちゃんトレインに、メロンパーナちゃんトレイン。まあ、それぞれね、こう、走ることによって、いろいろこう、動くね、ギミックとかが搭載されてるみたいなんで、まあ、とりあえず、ちょっとなんか久しぶりに買っちゃいました。で、これね、過去にね、これと似たようなシリーズね、買ったことあるんですが、確かこのね、車輪の幅がプラレールとね、こう同じね、幅ぐらいだったと思うんですよ。なのでこれそれぞれね、連結仕様になってるんですが、プラレールのね、動力車とかね、あとまあこれシリーズでアンパンマンタウンの走行できるね、電動の電車とかあるんでね、まあそれはちょっと持ってないんですけども、またプラレールにね、こう新幹線とかでつなげてね、走行とかも試してみたいと思っております。いいね、本当に久しぶりのアンパンマンですね。ではではどんどん参りましょう。さあどこから手つけましょうかね。とりあえずこの上に乗っかってるやつからいきますか。お、なんかひっついちゃった。あ、そうそう、これね、頼んでから結構下から届きました。西日本 JR バス株式会社から代金引き換えで結構払ってます。3990円のオリジナルバスグッズです。はい、これね、もう開けちゃいますが、よいしょ、何を買ったかというと、こりゃちゃんと入ってるかな。お、結構なんか思ってたより箱大きめ。おー、いいね、いいね。はい、こちら確か販売場所が限定だったと思います。ダイキャストスケールモデル80分の1の西日本 JR バスです。あ、思ってたより結構大きいですね。すごい、トミカの箱と比べるとこれぐらいの差がありますね。おー、すごい、これぐらいのサイズのバス、ちょっと久しぶりに買いましたね。なかなか良さそうですね。で、これちょっとね、ついでに買っちゃったんですが、本来の目的がこちらだったんですね。はい、トミカです。西日本 JR バス発足30周年記念トミカ。三菱ふそうエアロキングになっていて、2階建てのバスのトミカです。はい、こちら少し前にね、9月の30日ぐらいだったかな、台風24号だったかな、それが日本列島をね、こう通過した時に、いろんなところでこうバスのイベントとかいろんなイベントもあったんですけど、それで本来発売されるはずだったトミカが、まあ、現地でね、発売されないことになって、まあ、その後通販で買うことがね、できるようになったんで、こちらね、購入しました。いや、まあ僕的にはね、遠くまで行かなくて、こう住んで、まあトミカを変えてありがたいっちゃありがたかったんですけども、まあ本当はね、イベントとか楽しみにされてた方ね、たくさんいてたと思うんで、まあそういった方には多分とても残念だったと思います。まあまあちょっとね、正直な気持ち、ちょっとこう、お伝えしにくいんですが、まあトミカ変えた反面、まあ本当にイベント行けなかった方は変えそうだな、みたいな。そんな感じですね。本当はイベントあった方がいいですけどね。まあ今年の台風は本当ひどかった。まあてな感じで、ちょっとこのトミカを買うついでに、ダイキャストスケールモデルのバスも買って、こちら2つですね。ちなみにこれ値段がね、あ、さっき言いましたね。代金引き換えで、手数料いろいろ込みで、3990円。まあまあまあしますね。まだちょっとネット通販で売ってるかわかりませんが、ぜひちょっとホームページの方で覗いてみてください。ではではどんどん開けていきましょう。じゃあ続いてこの箱いきましょうか。これヨドバシ？これなんでしょうね。
これあのねちょっとなんかポンと置いてあったからついでに開けてしまえと思ってとりあえず開けちゃいます。はい、これ何入ってるのかな。おーとと個人情報伝票じゃあこの下は何でしょうか。あ、これもそうすっかり忘れてたわ。これ金と銀ね、もう開けなきゃ忘れちゃいますもんね。はい、こちらもねディズニーモータースのドリームキャリーミッキーマウス90周年2018年エディションですね。これが金色と、はい、こちら銀色の2種類のトミカです。これ自体は確かね、結構前、少し前かな、に発売されたトミカだったんですが、これちょっと僕かなり放置してしまいました。まあこれもね、他のディズニーモータースとね、一緒にね、こう紹介したいと思います。さあさあ、どんどん行きましょう。さあ、では、よいしょ、こっち行きましょうか。これね、ヤマトさんから届いた宅急便で、依頼主が鉄道ホビタスショップになってますね。何か買ったんですけど、何買ったか忘れちゃっております。とりあえず開けましょう。そういう動画です。本当にね、いっぱいちょっと買いすぎて忘れがちになって、たまにこういうことしとかないとね、本当にわけわかんなくなっちゃうんですよね。まあ、来たらすぐ開けろっていう話なんですけど、まあそのあたりお許しください。で、中から出てくるのは何でございましょうか。ゴージャスな箱に、あ、そうだキティちゃんのバスやね、キティちゃんのバス。はいはい、こちらもね、たまたま買いましょう。これね、結構したんですよ。今思えばちょっとこれ1台しか買わなかったんですが、2台買えばよかったなと思ってます。はい、バスのトミカです。キティちゃんのね、サンリオピューロランド号ですね。めっちゃかわいいやばいね。警報バスになっていて、これもオンラインショップで購入しました。これね、値段ね、ちょっと伝票入ってるんですが、あ、結構してますね。商品が1000円で送料650円で、1台のトミカに1650円使っちゃっております。定形外でいいから、ちょっと送料だけでも安く手に入らないものかなって思うんですけど、まあこれもね、結構オークションとか見てみたら結構な高値でね、取引されてた。多分2、3000円ぐらいだったかな。今は多分落ち着いてるとは思うんですけども、まあそれでも高かった。で、たまたまねこれ購入するタイミングがあったんでね、これもオンラインショップで購入してみました。こちらもちょっとね、今まだあるか分かりませんが、まあ、気になる方は鉄道ホビタスのねショップのページをね見てみてくださいね。本当にそういえば今月とか本当にバスいっぱい出ますよね。隠れバスが多いんですよ。で、続いて、どっち行こう、これ行こうか。佐川急便ね、やばいっすね。本当にめっちゃありますよ。これどこから、これ一国間と読んでいいんですかね。福井県、おー、福井といえば、まあ恐竜っていう最近イメージあるんですけど、まあ僕はちょっと恐竜は買ってないんですけども、よいしょ、多分これもトミカかな、なんかだったと思います。マジで忘れてるんですよ、やばいんですよこれがやばい。で、何買ってんの僕。あ、全然違うかった、これ。あ、そうやこれね、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれませんが、これまだちょっと出しませんよ。ガチャガチャのカプセルステーションです。ガチャガチャから出てくるガチャガチャの本体ですね。これめっちゃ欲しくて、ちょっとビルドシティとかに設置してみようかなと思ってね、試しにこうコンプリート買いしてみました。結構派手なカプセル、これ。で、値段はね、こんなもんですね。合計で全て込み込みで1930円です。まあ全部で7種のコンプリートなんで、安いっちゃ安いかもしれませんね、揃えようと思ったら。まあまたちょっとこれもね、落ち着いたらね、ビルドシティにちょっと設置して楽しんでみたいと思います。いやいや、本当にこれもすっかり忘れておりました。さあ、ではとりあえずもうね、ちょっと新商品こっちいっぱいあるんですが、段ボール系片付けましょうかですねはい、こちらタカラトミーモールからですね。あれ、これは何でしょう、何だったっけ。いや、本当に何でしたっけ、これすっかりわかんねえいやー、もうね、どうしようっていうぐらいね、まあこれ今これいっぱい開けてますけど、実はかなり大きな箱とかも他にありまして、またそれはまた別でしようと思うんですが、はい、こちらは何でしょうか。タカラトミーモールだから何かな。あ、伝票入ってるから、よいしょ、伝票が見えないように。あ、そっかこれでございますね。そうです、スープラのレーシングコンセプトですね。これね、先日トミカショップで販売されたんですが、大阪のね、トミカショップはこれね、お一人様1台だったんですよね。で、朝から行ってこれ並んでたんですが、
それ並んでる最中にね、タカラトミーモールで3つ買えるっていうこと気づいて、まあレジの列に並びながらポチってしまった、そんな感じのものになってます。いや、お店並びに行く前に、いやちょっとこれ気づけばよかったなと思うんですけど、そうだそうだ、そういえばこれ買ってましたね。でこれね、なんで買ったかというと、これまたね、多分僕年末年始に以前にね買ったフェラーリのテスタロッサとかあるじゃないですか。まあそれらを含めてこうまたプレゼントね企画をちょっとやろうと思ってるんで、まあ時期は本当に詳しくはまだ何も決まってませんが、まあこれはちょっと新品のままね置いておくんで、まああともう一つね買ってるんでね、またねその一つ含め4点ねプレゼント企画に出したいと思います。まあ、ちなみにこれ1台の単価が864円で合計2592円で、あと送料ですね。いやー、とりあえずちょっと山盛りですね、これやばいな。で箱はこれでラストかな。 OK。 お、これはもう商品名、そうそう書いてある書いてある。はい、こちらね、ハトバスです。トミカハトバス5柄7になるかな、7になるんですかね。はい、これもね、先ほどのね、西日本 JR バスのイベント同様ですね、同じ日ですかね、イベントが開催されなくなっちゃって、確かね、やむを得なくオンラインショップで販売されたバストミカになります。よいしょ。で、あ、これもちょっと個人情報満載。はい、この紙はよいしょと。で、中に入ってるのは、はい、こちらですね。おー、あ、ていうかめっちゃ可愛いじゃないですか、このパッケージのデザイン、いいね。はい、こんな感じですね。ハトバスの70周年記念のトミカで、いすゞガーラです。セブンっていうのはあれですね、ちょっと文字切れてて70周年の文字でしたね。おー、ていうか箱がいいね、これ。ハコバスじゃない、ハトバスっぽくてこう黄色になってて、いやいや素敵素敵。まあこれもね、イベント会場限定だったと思うんですが、まあ台風のね影響でイベント中止になって発売された分です。まあこれもね、まあ僕は帰ってこう嬉しい反面、まあ、さっきと同様ね、イベントが中止になったんで、まあ、行く予定だった方はちょっと本当残念だったと思います。来年はもう台風ね、ないように本当に祈っております。まあでもなかなかね、台風がない年ってないですもんね。でも来年は本当台風来ても平和な日本であってほしいですね。で続いて、やっとですね、今日買ってきた新商品系パッといきましょう。じゃあまずどうしよう、プラレールいきますか。プラレール、はい、こちらです。これじゃわからないんで、横向きにと。はい、これがね、かっこよく電車を走らせよう、組み替えデラックスレールセット。はい、こちらね、名前の通りレールセットです。車両等は含まれていないんですが、セット内容がここに載ってますね。全25種合計63パーツで構成されているレールセットになっていて、今回のセットでしか手に入らないレール、スペシャルレールが2つ付いてます。まあ僕の場合ね、これ目的で買ったようなもんなんですけど、まあまあでもこう曲線レールだったり、こうグレーの曲線かな、まああとは U ターンのレールだったり、これはスピード変えレールですかね。で橋脚とかもまあまあいろいろあって、グレーのストップレールとかもあって、まあまあ内容的にはいいんではないかとは思いますね。まあただただ問題なのはそのお値段でございまして、定価がね、なんと6000円するんですよ。でこれエディオンさんで買ったんですが、それでもねちょっと安くなって5184円です。まあ正直ね、迷ったんですよね、これね。まあ言ってもレールセットじゃないですか。レールうちね、結構山ほどあるんで、どうしようかなどうしようかなと思って本当に迷ったんですが、まあ一応ね、プラレールの新商品、まあ少し前に発売された分なんですけども、まあ気になる方もね多分いらっしゃるんではないかと思いまして、まあ、せっかくなんでね、どんな感じなのかレビューしたいと思うんで購入しちゃいました。まあレイアウト自体はこのセットを買うとこんな感じで、平面立体伏線3台同時走行と、まあここだけでもかなりねいいレイアウトは組めるような感じになってます。まあいろんな面にね、こういろんなレイアウト書いてるんですが、もう気になる方はぜひねちょっとお店でね見てみてください。まあなるべくね早めにこちらね、ちょっとどんな感じなのかレビューしたいと思うんで、またねレビュー動画出しますんで少しだけねお待ちください。でどんどんいきましょう。はい、まずねこちらですね、トミカいきましょうか。トミカ、これとこれ、はい、これもねディズニーモーターズです。結構高いですが、とにかく見た目が可愛いです。でも値段は可愛くない、1台2500円、エディオンさんで2160円ですね。それぞれ同じ値段です。で似たような形なんですが、名前がパルズトランポミッキーマウスとパズルトランポドナルドダックですね。
まあ、名前の通りミッキーっぽい感じとドナルドっぽい感じの、これねトランポって分かりますかね、あの車がね乗せれる車両になってるんですが、それぞれねディズニーモータースのトミカをねこう3台ずつね乗せて運べるようになってます。これがまた素敵ですね。でサイズもかなり本当あの3台乗せれるだけあって大きいですね。いや非常に楽しみですね。あのいつものあのキャリアカーみたいな感じだとは思うんですけども、あこんな感じでスロープも伸びて、まあギミック自体はそれぞれ同じような感じかな。まああのディズニーモータースのねファンの方は多分ね購入されると思うんですが、まあ、なかなかあの普通のねトミカ集めていらっしゃる方はこれ購入する感じではないかもしれませんけども、気になる方はまたねこちらも早めに動画の方出しますんで楽しみにお待ちください。いやーそれにしても大変で続いてがここからがライダー行きましょう。ちょっと今日は苦労しました。はい、まずねこちらですね、仮面ライダージオの新しいおもちゃデラックスライドウォッチダイザー電王ライドウォッチです。はい、ビルドでいうところのパンドラパネルのような感じになるんですかね、ポジション的には。ライドウォッチダイザー、その名前の通りこれダイザーです。はいシャレみたいなね名前になってるんですが、電王ライドウォッチとねセットになっているこんな感じの台座ですね。まあ、いろんな方がねこうレビューされてるんですが、この台座ねライドウォッチを7個セット可能できて、でさらに拡張パーツでね3段にすることもできるんですよね。いやーすごい。でこの拡張パーツがねちょっとまた後でね話すんですが大変だった。はいで値段の方がはいこちら3888円ですね。まあ電王のねライドウォッチが入ってるんで、まあこれはもうねとりあえずコレクションアイテムとして購入しました。まあ台座にもなるしね本当にちょうどいいと思います。でこれがまあ結構売れてたみたいなんですが、問題はこれの拡張パーツなんですよ。一応あのねトイザラスさんに行って購入することできたんですが、3店舗ぐらい回ったんですね。あの拡張パーツだけやたらこう売り切れてて本当に売ってないんですよ。いろんなお店で聞いたんですが、こっちのあの台座に対して拡張パーツがなんか、ね、半分か3分の1ぐらいしかなんか数がね入ってこなかったらしくてですね、まあお店によってはちょっとあのなんか買い占めた方もいらっしゃったみたいで、何なんでしょうね、なんかちょっと値段高くなってるみたいなんですけども、まあとりあえず僕ね3店舗目で購入できてよかったです。まあちなみにねちょっといくつかねあって、本当はあの3段重ねにしたかったんですが、まあまあ他の人も多分欲しいなと思うんで、まあまあちょっと今回はちょっと遠慮しておいてね、とりあえず2段できたらいいかなと思って1つだけ拡張パーツを購入しました。いや本当にあのこれ大変でしたね。皆さんはこう無事に買えたんでしょうかね。結構ツイッター上ではあのなかったりとかねつぶやいてる方いらっしゃったんで、まあちょっと時間を空けたらまた落ち着いてね拡張パーツ登場してくると思うんで焦る必要はないと思うんですけども、まあ心配な方は早めにね買っておいた方がいいかもしれませんね。まあまたこちらはあのこれと一緒にレビューしていきます。まあいろんな方がもうすでにレビューされてるんで、まあ、よければまたご覧ください。でライダー関係ははい僕ねまたまた多分ね貯めてしまうかもしれませんけど、この2種類のねライドウォッチも登場しました。左がカブトライドウォッチですね。カブトアーマーにアーマータイム、でもう一つが響きアーマーにアーマータイム、響きライドウォッチです。いいねかっこいいですね。いやーていうか懐かしいね、響きが2005年でカブトが2006年か。いやこちらもねどんな音が鳴るのかね非常にね楽しみですね。まあ他の方がねこれもレビューしちゃってるんでね見たいんですよ、めっちゃ見たいんですけども、僕はこれねあの実際に自分で開けるのね楽しみに我慢しております。いや気になる方はねあのね、まあ、他の方のをね見られるのが一番早いと思うんですけども、もうもしよければ僕もね頑張って早めにレビューするんで少しだけね待っていてください。で続いて、いやもう今日ちょっと長いな、これは空っぽなった。であそうそう、もうこれでラストなんですが、こちらとでこれですね、これなんかねあのねレゴっぽいやつなんですかね、結構安かったんですよ、1000円しなかったんですね。これがなんかこれねあの引っ張って走るプルバックカーですね、まあ、要するにチョロキューみたいな感じなんですけども、多分ねレゴの互換系のブロックのおもちゃだと思います。なんか見た目こうエンペラーでもないか
まあ、ミニ四駆っぽい感じで、なんか素敵ですよね。ちなみにシリーズ名がこれ、ね、なんて読むんでしょう、バンバオっていうんですか、まあ、そのまま読んじゃいますけども、なんか本当あの素敵っぽくて、これね結構いろんなものが出ててね、ちょっと買っちゃいました。まあ、元々これ輸入がトイザラスになってるんで、まあ、日本向けのものではないと思うんですが、ちょっとねまた組み立ててね楽しんでみたいと思います。でこの同じねバンバオですか、そのシリーズで、はい、こちらスヌーピー、ちゃんと多分これねライセンスとか取ってると思うんで、海外では有名なブロックのおもちゃになるんですかね。てかこれめっちゃ可愛いですね。これも多分レゴと互換っぽいですけど、こちらもね安かったんです。それこれね1500円ぐらいですね。まあそれでこんな可愛いね、これね確かに名前なんだったかな、アイスクリームバスだったかな、そんな感じのね商品名だったと思うんですが、いや本当に可愛い感じです。これもまたねちょっとね、まあ普通に組み立てでレビューするもいいんですけども、ちょっと久しぶりにストップモーションのアニメとかも作ってみようかなと思うんで、まあ僕が疲れていなければまたねいろんな方法を使ってね紹介してみたいと思います。であとラストおまけに、これなんかトイザラスで拡張パーツ買ったらシールくれました。これが仮面ライダーフォーゼでしょう、でエグゼイドにドライブで、こちらがファイズにさらに電王ですね。多分いろんな種類のシールあると思うんですが、なんかこう一気にこう5枚もくれてちょっと嬉しかったですね。まあこれはトイザラスさんだけなのかな、エディオンではちょっともらえなかったんで、まあ気になる方はちょっとねお店の方に聞いてみてください。はい、てな感じでございまして、かなりちょっとこう雑に並んでおりますが、いやとりあえずちょっとね自分が買ったものをこう把握しようと思って、今回いろんなこう置いてた段ボールとかも届いたものとかね、で新しくね買ってきたものとかをちょっとね紹介させていただきましたが、まあざっとですが、ね、いかがだったでしょうか。いやっていうかもう本当にね、まあ10月に入ってあと11月12月でしょ、あの年末にかけてねまたねここからねおもちゃラッシュが始まるんですよ。まあ今回はね多分ねまだトミカとかプラレール系はねおとなしかったんですが、最近ちょっとあの仮面ライダーもねハマっちゃってて、もうとてもとてもねあの僕的にあとお部屋的にもねこの周りすごいことになってるんで、まあこの間ねあのしゃべくりセブンでもヒカキンさんが言ってましたが、玄関アマゾンの箱山積みみたいなね、そんなこと言ってたんですけども、まあ、うちもこの横とかはそこそこすごいです。はい。まあ、たまに本当にあの何がどこ行ったかわからないようになっちゃうんで、まあ、こうやってね、こう記録でも残しとかないとね、あれなんでね、ちょっと今回はかなり雑でございましたが、動画にさせていただきました。まあ、本当あの、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。またね、順次いろいろとレビューしていきますので、ぜひね、楽しみにお待ちください。ということで今回はね、このあたりにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターインスタもやってますのでそちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でねぜひお会いいたしましょう。それではごきげんよう、さよなら、バイバイ。